基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。今回は Yahoo! チームの質問に答えていきます。今回の質問が、バレーのルールでテクニカルタイムアウトとタイムアウトの違いは何ですか？という質問です。はい、この質問答えたんですけども、まあ、テレビを見てるとね、全日本のバレーボールの試合を見てると、まあ、テクニカルタイムアウトとかってのは自動で取れますよね。あと、基本的にほとんどの人は分かってると思いますけども、その違いについてね、ちょっと説明したいと思います。またブログでも書いたので、まあ、これ読んでもらえばいいと思います。で、まずはテクニカルタイムアウトについて解説しますね。で、試合につき、第1セットから第4セットまで、リードしているチームが8点目に1回、で、さらに16点目に達した時に2回目、いずれも60間のテクニカルタイムアウトが自動的に適用されますと。第5セット、まあ、最終セットはですね、得点が少ないので、8点目のテクニカルタイムアウトは適用されないということですね。で、5セット目以外は最低試合が2回止まるような仕組みになっていますね。で、今はね、世界大会とかでテクニカルタイムアウトがメジャーになっているので、まあ、これはもうほとんどね、今普通のルールになってますよね。で、次はタイムアウトですけども、タイムアウトは、まあ、両チームとも各セットに2回ずつの回数制限がありますね。1セットにつき30秒間で、各チームはこの間に作戦を練ったり、選手が休憩したりしていますと。1セットの間に、ね、使わなくても、次のセットです。2セット目に4回使える。1セット目には0回使って、じゃあ2セット目は4回使うっていうのはできなくて、各セットに2回で繰り越しは持ち越すことは、次のセットに持ち越すことはできません。で、ちなみに選手交代は6回ですね。1セット6回です。それでテクニカルタイムアウトができた理由としては、いろいろ調べたんですけども、一つ目は接戦を演出するためと、二つ目がコマーシャルを入れるためと書いてあったんですよね。で、私が考えてたのは、やっぱり接戦を演出するためなのかなと思ってたんですよね。やっぱりその、相手が連続得点を与えてしまうと、もう点数差が離れてしまうとね、その、いろいろテレビ見てる時でもね、やっぱりすぐに、まあ、もう点数が離れてるから、もうこのセット負けたから、もう見んのやめたみたいな感じになりそうじゃないですか。で、テクニカルタイムアウトが8点とか16点とかの間に入ると、やっぱり連続でね、得点してるチームが一旦そこで、一旦タイムアウトになって、一旦ね、その、コート外に出て休憩とかするので、一旦流れが止まるんですよね。ずっとそれで再開した後に、まあ、サーブね、打ってアウトになって、まあ、点数が追いつくみたいな感じのにしたいのかなと思ってたんですね、私はね。やっぱり連続得点を防ぐため、で、それで連続得点を防ぐって、やっぱり接戦を演出するために、まあ、このテクニカルタイムアウトができたのかなというふうに思ってたんですけども、私はそっちの方がね、テレビ的に面白いと思うので、まあね、プレイしている実際の選手もね、ちょっと、まあね、まあ、3分の1ずつね、8点、16点で、やっぱりその、休めたりするので、選手的にもいいと思うんですけども、やっぱり勝ってるチーム、流れがいいチームは一回止められるので、ちょっとマイナスな部分もあるかもしれないですけども、私はその、まあ、一回一回ね、その接戦を演出するためにはいいのかなと思ってました。で、二つ目がコマーシャルを入れるため、これはもう、あ、そうだなっていうふうに、まあ、感心したんですけども、やっぱりバレー部の試合見てると、1セット目から15セット目でやっぱりね、その CM 入れられないじゃないですか。タイムアウトの時には入るんですけども、タイムアウトってまあ最低2回しか、2回2回で4回しか使えないので、それを必ず4回使うとは限らないじゃないですか。なので、毎回その、必ず、ね、2回そこで CM が入れられるっていうふうに計算ができたら、そのテレビ的にもね、あ、そこで CM 入るっていうふうに置くと広告が流せると思うので、まあ、そこは、まあね、うまい判断だなと思ったんですよね。なので、まあ、それは、テレビ側の都合でコマーシャルを入れやすいように、テクニカルタイムアウトを作ったっていうのが、まあ、書いてあったんですけども、まあ、それが最初、日本で最初行われたみたいな感じだったので、やっぱりそのね、いいことなのか悪いことなのか、ちょっと私はわからないですけど、私はちょっとね、調子がいい選手は調子狂ったりするので、なるべくだったらね、止めてあげたくはない気がするんですけど、そのコマーシャルのためだ、っていうことで止めたくない気はしますけどね。でも実際に今休めて最高のパフォーマンスができるのであれば、まあいいような気がしますよね。はい、じゃあまとめですけれども、テクニカルタイムアウトは第1セットから第4セットまでリードしているチームが8点目に1回で、16点目に2回目
で、いずれも60秒間のテクニカルタイムアウトが自動的に適用されますと。で、タイムアウトは、まあ、各セット2回ずつの回数制限でできますと。で、1セットにつき30秒間の、まあ、休憩ですよね。で、それで1セット目で、まあ、使わなくても次のセットを持ち越すことはできないよっていうのがタイムアウトですよね。で、このタイムアウトとかっていう使い方っていうのは試合の流れをコントロールするのですごく大事な役目になってくるので、このタイムアウトの使い方っていうのは監督とかチームキャプテンとかっていうのが、まあ、この力の見せ所だと思いますよね。やっぱ相手が流れがいってる時によりね、いいタイミングでタイムアウトして流れを切ったりするっていうのが、まあ、とても重要な場面になりますのでね。はい、今回質問ですけども、バレーのルールでテクニカルタイムアウトとタイムアウトの違いについてお答えしました。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。